ビアトリース・コロミーナは、スペイン生まれのアメリカ合衆国の建築士や、建築理論家。プリンストン大学建築学部教授。バルセロナ建築大学卒業。同大学より、Ph.D.982 年に、コロンビア大学に、スペインからやってきた後、1988年に、プリンストン大学に移り、同大学に、メディアと近代というプログラムを設立した。 建築や近代書組織の表彰の問題、とりわけ出版、写真、広告、映画、テレビの書問題について書いてきた。著書に、アメリカ建築家協会より1995年度、国際図書賞を受賞した、プライバシーパブリシティ、モダンアーキテクチャーアズマスメディア、1993年度、国際図書賞を受賞した、セクシュアリティスペース。 およびアーキテクチャレプロダクションがある。またエッセイザセックス・オブ・アーキテクチャーも出版している。多くの記事の執筆者であり、また、ニューヨーク近代美術館、日本建築学会、ストックホルム近代美術館、ディア美術財団など、世界中にわたって、講演を行ってきた。雑誌、アッサンブラージュ、ダイバロス、グレールームの編集委員である。また、シカゴ建築学会、 コルビュージエ財団及びワシントン資格芸術高等研究所を含む多くの女性を受けている。場所要所。ありがとうございます。